それでは本日のゲストをご紹介させていただきます。ロート G 所属の東大卒のプロゲーマー時戸様でございます。はい、どうも皆さん、はじめまして。格闘ゲームのプロゲーマーを主にやっております時戸、ロート G の時戸でございます。本日はよろしくお願いいたします。それではファーストコーススタートです。 2m 下りほぼまっすぐ、条件はなかなか良さそうです。そうですね、これなら狙いやすそうですね。お、いい感じじゃないですか。おお、ありがとうございます。お見事です。パーですね。細かくでも調整されてますね。おブレード、お見事。さあ、おいや、おあ、惜しい。どのぐらいずらすのかっていうのは難しいですよね。どうしても傾斜とかで判断しなくてはいけないので、上りで特に私が苦手なのがほぼまっすぐっていうのが、うわー、残念。これ2メーター、1メーターラインは結構鬼門なんですよね。プラスになるボギー、あれ、1か、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ミセルさんがプラス4となります。プレーにちゃんと出るかどうかっていうのはですね、メンタルとやり込みの腕次第なので、ね、これくらいじゃないか。お、うまい。あ、やりすぎたか。あ、いやでも、あ、でも悪くないですね。そうですね、それなりに難しい。これ決めたいな。はい、簡単じゃないパターンですが、これはうまくやれば入るかもしれないですね。そうですね、右に曲がる、すごく上り。そうですね、すごく上りですね。これはですね、ここクリックすることで10メートルに変えます。そう、なるほど。で、多少強めに打つことで、そうですね、すごく上りなので結構強めに打たないといけないですね。どうでしょうか。 お結構いいんじゃない。しかしスワイプがめちゃくちゃお上手ですね。 お入った、うまい、素晴らしい。さすが山本さん、さすがとしかちょっと言えないです。センスの塊です。4番に強いみたいな。はい、あ、もうオートがまさかの 100% になってますが、ただこれはね、日々練習なんですよ。これオートで甘えるっていうのは一番やっちゃダメです。さすがですね、ちょっと大丈夫か。危ない、おめでとうございます。こちらパーですね。ランキングはこちらです。1位は電撃オンラインさんのマイナス1となってます。素晴らしいです。素晴らしい。その風をどれぐらいにするか、はい、で読んでうまくやれば、うまい、お、グレード、うまい、さすが。おー、すごいですね。あ、バックスピンが、パワーショットっていうのがやっぱ分かりやすいですかね。分かりやすいので使う人は多いかもしれないですね。おー、素晴らしい。さあ、いくか。おー、惜しいですね。いいですね。あ、100か。100倍。100ですね。さあ、どうしますか、ここは。いや、これはもう100、オートはもう絶対使わない。さすがストイック。ほい。入るよね。ああ、無事入りました。おめでとうございます。無事パーですね。はい、それでは最終ランキングを発表していきたいと思います。3位の発表となります。3位は、おお、同点、3チーム、3メディア様同点となって